マミムメモさやかです。ドラクエ3をクリアしたのですが、裏ダンジョンがあるとのことなので、これからやってみようと思います。ちなみにクリアから1ヶ月ぐらい経ってます。そして寝起きです友人に聞いたのですが、このさやかのセクシーギャルの上が、今まではオルテガの娘だったんですけど、クリアしたら勇者ロトに変わってますね。あ、すごいね、勇者ロトって。で、私はちょっと裏ダンジョンってさ、あれだよね、難しいんだよね。ちょっとさすがにちょっと進行盗賊やめようかなと思ってます。あと安子ちゃんも僧侶をやめようかなと思ってます。まあ何に変えるかは考えましたが、今のところは伏せておきます。で、その変えるのも一回裏ダンジョンに行ってみて、あ、無理だって思ったら変えます。はい。で、なんかさ、私あんまりやり込まない人なんですけど、ちょっとレベル99とか、いや、あーい、ちょっと言わなきゃよかったレベル99とかやってみたいなってちょっと思いました。はあ、他に、あ、その裏ダンジョンの場所わかんねえんですけど裏ダンジョン大抵さ、なんか5だったらさ、ラスダンのなんか下にあったじゃん、毒の沼あたりにあったじゃん。そんな感じでラスダンの近くにあるかもしれないと目論みつつ、ちょっと回収できなかったイベントとかあるっぽいので、私はそれをやろうかなと思っております。あ、ベラベラ喋ってたら3分経ちましたね、すいません。それでは、再び冒険の旅にレッツゴー。ちょっとごめんなさい、さっきの私の3分の演説をちょっと聞いてちょっと目が覚めた気持ち悪くて目が覚めた。で、あのね、これ私動物さ、なんかさ、ニャーンとかしか言わないから、ここさ猫に話しかけてなかったんだけど、今時期的にはパート24を上げてる最中の時の収録なんですけれども、コメントを拝見しまして、この子に話しかけろというコメントがあったので、私は来ましたよ。南4つの岩山の真ん中を調べてみてくださいにゃん。あっ、てか、なんで喋った、まあいいやなるほど。前回っていうか、私がここに来た時は、え、何もないじゃんみたいにさ、なんか棺を担ぎながら言ってたけど、あ、なるほどね。この不自然にある4つの岩、この真ん中を調べろと、そういうことですね。ここ?こりゃ、これ、レミラーマいける?いけない。うわ。待て。落ち着こう。ここだよね。ここの、この、で、ラーミア。え、ここじゃん。え、まさにここじゃない?ここラーミアの隣じゃん。ダメなん?まさにそこのラーミアがいるところに、ラーミアがいるところに、何かがある。え、ちょっと待って、私撮ってないよね。撮ってないよ。だって私知らないもん。
え、どういうこと？助けて。何があるの？ググっていい？ググりたい宣言来ました。え、なんなの？君はなんなの？まあいいや。よくないよくない。でもないもん。あれ？ちょっと待って。また勘違いしてる私。なんか鼻声になってきたけど続行します。ググってはおりません。ググってはおりませんが、ドラゴンクエスト25周年アニバーサリーの、冒険の歴史書を私は購入したのですが、それによるとですね、ここの今いるところに34番に精霊の泉って書いてあるんですよ。私これ多分行ってないですよね。精霊の泉、地図的には点も何もないんですけど、ここに精霊の泉があった。え、ちょっと待って、普通にさ気づかないじゃんこんなの。すいません、私はググってません。ググってはませんが、攻略本ではないですが歴史書を見ました。なに、え、落とさないでよ。何やってんのさやか、ドジっ子すぎるでしょ。なそういう萌え要素いらないからさやかに。あ、待って、でもさ、なんかこういうこと言ってた人いなかったっけ。なんかあの池に落としちゃったって言ってて、私が、あ、なんか金のの銀のなんとかかんとかって言ったような記憶があるような、ないような。お待ちなさい。何、なんか去ろうとしたら、オルテラ、この泉の精霊オルテラ、オルテガみたいだよ。なんかどうしたの、なんかちょっとどうしたの、名前。オルテラ、そなたが落としたものを拾ってきてあげましょう。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがいや、それ今持ってんのどう見てもヒノキの棒に見えないんだけど。え、ヒノキの棒じゃない、ごめん、ヒノキの棒ではない。はいはい、そんなにいっぱい落ちてんの？違う、ごめん、違う。え、そんなにいっぱいここ、こける要素があるの？なんか、あ、これ。え、ちょっと待って。純粋にこんなもらっちゃっていいの？なんかさ、なんか、なんちゅうの？なんかすごいいいのもらえたりしないの？と言いながら私は、冒険の歴史書を見る。え、待って、みんな視聴者さん待って、カットしない、待って。あ、何も書いてない、みんな何も書いてないよ。待って、え、あ、待って、あー、でもね、この冒険の歴史、冒険の旅路がね、あれなんですよ、あのファミコン版なんですよね。ファミコン版なんで書いてないですね。どうしよう。はい、どうしよう。どうしよう。はい。そっか。ごめんね。はい。はい。さあ、鈴木の剣を受け取りなさい。そして私からの贈り物です。お、マジで？いや、いらない。あ、でも、ヒノキの棒、何気に持ってないかも、ありがとう。ヒノキの、でも、ヒノキの棒だよ。ヒノキだよ。よく考えて、ヒノキは結構さ、あの、攻撃としてはさ、攻撃力がないかもしれないけど、効果じゃないの、結構。え、魔人の斧の方がよくね？なんで魔人の斧くれなくてヒノキの棒なの？ねえねえ。これだけ、ここのイベントって。こう、これはカンニングに入るんですか？まあ、でもまあ友達に教えてもらったって思えば安いもんですよ。え、てかな、絶対気づかないって、こんなところを。気づく人いるの？すごいね。私はその人に、プレゼントをしましょう。つ、
つ、飴玉。さて、次はどこに行こうかな。じゃないよ、どこに行こうかなじゃないよ。私、裏ダンジョンを探してるんだ。ティ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 ー。ティ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 ー。ティ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 ー。お!2 回目来た、これ。あ!今度は炎のブーメラン落とした。さやか。さやか、ここ何があるの?呪われてるの?あ、はい。落としました。あれなんですよ、勇者ロとセクシーギャルさやかさんはちょっとね、ちょっと抜けてるところがあると思うんですよね。だから決してわざとではないと思いますけど、わざとです。そうですか。これ多分はいもいいえもどっちも一緒なんだろうね。え、なんで。いや、もうちょっと探してよ。もうちょっと探してよ、堀井さん。今ね、私50ゴールドって見た時に血の気が引いたんだけど、血の気が引きすぎて思わずなんちゅうんやろうね、なんちゅうんやろう、何言葉が出なかったっちゅうかな。え、わ、鳥肌やべえ。鳥肌がすごい。よかったよかった。え、何、堀井さんさ、すごいね。堀井さんこういうとこ好きだよ。なんかさ、なんやろ、もう一回戻ったら何かあるのかなっていう、このプレイヤー心を裏切らない、そんな堀井さん。わ、もう一回やろうかな、もう一回やる。よかった、来て。なんかね、そんな気がしたんだよ。あ、てかさ、なんかさ、落とすときさ、風紀の剣はまだいいんだよ、帰ってこなくても。炎のブーメランはか、売ってないからね。いいえ、一緒ですね。はい、いいえ。ごめん、ごめんね。あ、あ、え、これいいえにしてみていい?はい。大嫌いで言われた。別に変わってないよね。あ、でもなんかこの別れ際ってなんかすごく嫌だね。なんかすごいモヤモヤした気持ちが残るまま私はここを去ろうとしておるよ。違うんよ、さっきのあの家にしたらどうなるかなと思って帰ってきたんだよ、私はここに。まあ、結果的になんかあれだね、すごく嫌な気持ちになりました。はい、できました。友人から聞いたのですが、ポルトガにはですね、バラモスに馬にされた男性がいた。この人ですね。これコメントで見たな、なんかポルトガに行って誘惑の剣もらってこいよみたいな。あ、そんなものもらっていいの?そんな昔から伝わるものだなんて、女だけが使える不思議な剣を。ありがとう、持ってるけど。残念ながらしんちゃんが盗んでくれてるから私持ってんだよね。ありがとう。あ、すいません、すいません。あ、これでバラモスさんに挑んじゃったのね。あ、たどり着けなかったの。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。この人が、確か、この人がなんか二人の恋人が、ラララーみたいなこと歌ってた人だよね。それはまあいろいろあります。確かここにいたんだよね。ここにいた馬が、あの男の人だったんですよね。
あともう一人いるって聞いたんですよ。あともう一人いるって聞いたのですが、ちょっとメモそこに行こうと思います。ちょっと一応メモったんで、ちょっとその行ってみます。見つけました、メモ。ポルトが女の人が夜に猫になってて、男の人が昼に馬になってたみたいです。だからこのさっき男の方が恋人を巻き込んでしまいましたみたいなこと言ってたじゃないですか。あれはちょっと恋人を悲しませてしまったって私は思ったんですけど、恋人も一緒に動物にしてしまった、されてしまったということで迷惑をかけてしまったという感じだったみたいですね。はい。それでまあこの二人は無事に幸せになったというわけでよろしいでしょうか。他に友人情報はないかな。じゃあ探します。はい。場所はアレフガルドに移りましてリムルダールにやってきました。なぜ来たかというと、私はこれはどうしても言いたかったんですよ。私この人のセリフをなんやあんまり深み読みをしなかったんですけど、私は見た年老いた男がこの島の西の外れに立っていたの、あの男は今どこにって言ってるじゃないですか。これはオルテガのことだったみたいですね。西のこの大陸の西の端っこっていうと、ちょうど私が虹の雫を使って橋を架けたところなんですけれども、オルテガさんは雨雲の杖とか太陽の石を持たずにゾーマの城に行ったんですよ。で、そのどうやって魔の島、ゾーマの島に行ったかというと、なんとオルテガさん泳いで渡ったみたいです。はい。泳いで渡ったんですけど、まあそれは向こうに着くなんてね、誰かが見ない限りわかりませんから、こう海のもこずっと消えたそうじゃと言われてるみたいです。で、なんて言ったのかな、オルテガさんはだから鎧を脱ぎ捨て盾も置いてって、ただ一つ剣だけを、剣だけを持って、ゾーマの城に行ったみたいです。はい。すごいですよね。なんか本当に記憶喪失なのかっていうぐらいのその勇者の心意気っていうか、なんか本当にオルテガさんってすごいですね。ドラクエさんって一番最初の伝説を作る、ゲームなんみたいですけど、この勇者さやかもこのまあ子供の頃からね、バラを倒すんだみたいなことを思ってたかもしれませんけど、そのきっかけとなったのはやっぱりなんだかんだで、勇者オルテガ自分のお父さんなんじゃないかなと思うんですけど、その伝説の勇者ロトの勇者さやかを作るきっかけになった勇者オルテガお父さん、すごいなと、すごい偉大な存在だなと私はすごく思います。はい。なんかロトシリーズってあまりそのなんだろう、現代のゲームにおけるなんかすごいすごいなんちゅうの、なんか細かい設定みたいなのが表に出てない分、なんか小説みたいになんかその自分の中でいろいろ妄想できるのがすごく楽しいですね。なんかなんだっけ、漫画あるんですよね。勇士なんだっけ大の冒険だっけ、なんか漫画あるみたいですね。ちょっとそれも読んでみたいし、なんか友人が小説版がどうのこうのって言ってたんで、なんかその小説も読んでみたいです私。CD シアターのドラマ CD は3話まだ途中までしか聞いてないんですけど、1、2話聞きました。なんかやっぱりいいですね。いいですね、ドラゴンクエスト。まあこれが喋りたいがために私はここに戻ってきました。あ、思い出した。あと、ちょっと待って。なんかさ、
魔法の鍵見せられるみたいですね。あ、出ちゃったよ。一個間違えたら出ちゃうよ。魔法の鍵見せられるみたいですね。え、もうやだ。落ち着こう、さやかさん。さやかさん落ち着こう。いくら勇者になったからって気抜くなし。はい。ちょっと、コメントを拝見しまして、見せられるって書いてあったんですけど、見せられるんですか？はい。わかった。見せる。見せられないじゃん。渡す。ダメか。じいちゃん見てよ。私が持ってるよ。まあでも頑張ってね、本当に。使い捨てっていうのもまた問題だよね。あと、この人賢者の石のこと言ってたよね。もうちょっとさ、もうちょっと賢者の石があるのは分かったけど、みたいな。ここにあるよ、賢者の石。そう、何気に。もうなんかずっと喋っててすいません。なんか全然裏ダンジョンに行ってない。私、何喋ろうと思ったんだっけ？あ、ちょっと待って、何喋ろうと思ったんだっけ？思い出しました。中断セーブの件を以前、まあやってしまったと、動画内で言いましたが、2回目をやってしまったんですよ。その、なんだっけな、ドラクエ3を、レベル上げかなんかじゃない、なんかクリア後をやろうかなと思ったんかな。なんでかわかんないですけど、ドラクエ3をやろうと思って、起動、画面を見ずにすごい連打してたんですよ、A ボタンを。そしたら、A ボタン連打したら、その冒険の章から始めると、中断セーブから始めるっていう選択肢で、一番最初に通算セーブから始めるになってるんですよ。で、私は A ボタンを連打してしまった結果、中断セーブから始めてしまって見事にその冒険の書の方が最新なので、中断セーブどこだったかな、なんかすごい昔のところで、 すごいではないですけど、昔のところで、まあ見事にそのクリアした冒険の書が消えてしまって、もう一回2戦目のゾーマを倒しましたね。まあそのおかげで最終回のところで光の玉を返すイベントがまあできたんですけれども、いやー、でもまあ2戦目ゾーマさんね、2戦目ゾーマさんはあれ使いました。全然私攻撃呪文使ってないなと思って、メラゾーマをすごい使ってました。シンコが叩くよりもカルコがメラゾーマする方が強かったので、はい、なんかちょっといつもと違った戦いを勝手に一人でこそこそやってました。やっぱ攻撃呪文っていうのは楽しいですね。さて、すごいカルコ覚えてるよね。まあ本当に全然使ってない。全然使ってないですよね、私。やばい、なんか、隠しダンジョン行くって言ってるのに、語って終わった、このパート。いいの？こんなパート。でもたまには、なんていうの、私いつも動画の尺を気にして、なんかどうしても、ちょっとなんていうの、早くなりがちというか、なんか、なんやろ、ピリピリした感じでやってたりするので、まあ、こういうダラダラとやるのもいいかもしれない。あ、思い出した。あと私が盾を交換するときにめちゃくちゃコメントが、ドラゴンシールドの方がいいよってすごいコメントがあったので、あれなんですよね、魔法軽減がドラゴンシールドには特殊効果っていうのとしてあるみたいですね。ドラゴンシールドがないですよ。ドラゴンシールド。あれ？あった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 。1個しか持ってない。買おうか。ドラゴンシールド。そんなに弱くなかったよね、ドラゴンシールドって。
誰が装備できる？三鏡よりか、この、この三十何本も違うだったらちょっと悩むけど、チンコは、これドラゴンシールドの方がいいっていうことかな。で、命の石って結局、何なの？なんかもし私、もう一回最初からドラクエ3をやるんだったら、勇者、盗賊、遊び人、商人でありたい。あ、む、いや、ちょっと待って、回復がいないぞ。やっぱ賢者はいるか？賢者じゃない。僧侶は欲しいよね。遊び人の回収量入れる。商人をして、見せるをやりまくって、ちょっと知識を蓄えつつ、その、ドラクエ3を進めるっていうのも楽しいかもしれないなと思いました。アッサラームにやってきました。そういえば、座長にゆるしく言っといてねっていう女の子が言ったのですけれども、まあそこまで変わらないよね。ちょっと、闇のランプを使います。あれ？なんか、アリアハンじゃなかった、アレフガルドで、に落ちてしまった女の人が座長によろしく言っといてねって言ってた方がいらっしゃったじゃないですか。あ、うん。昔、うちの踊り子だったレナちゃんに会った。そうですか。いや、ずっと心配してたんですよ。一体、今彼女はどこに。あ、いや、聞かない方がいいですな。彼女はもう自由の身なんですから。でも、どこにいようと元気でやってくれて、本当によかった。そうそう、知らず、え？マジでなんかくれるの？魔法のビキニ、持ってるよ。私も、昔は、東で大きな劇場を開くなんて夢を持っていましたっけ。あの頃が懐かしいな。東っちゅうとどこ？え？こんなこと言ってたっけ前。前は違ったよね。東、どこだ？でも東っちゅうとさ、セコバーグにもさ、なんかそういう劇場があったもんね。って考えると別にここアッサラームでも全然構わんと私は思うんですけど。そんなわけで、クリアの、クリア後の一発目の動画が全く、魔法のビキニ2個。あ、そっかそっか、2周目やった時に安子ちゃん脱いだんだった。魔法のビキニ。はい。なんか、私、隠しダンジョンに行く気満々だったのにもかかわらず、こんな、なんかただだだ喋るだけの動画になってしまって大変申し訳ございません。はい。似合ってないなぁ。そういえばさ、思い出した。なんだっけ。ぬいぐるみが変わるっていうコメントを見た。でも変わんなかったよね。あ、ここまでやって、初めて変わるのか。いやん、かわいい。かわいい。へぇ、職業によって変わったりする？なるほど、こうしなきゃ変わんないんだ。あ、一緒なのね、男性も女性も。はい。じゃあ、そんなわけで、今回は、本当にこんな動画になってしまって大変申し訳ございません。はい。それでは、次回こそ隠しダンジョンを探し出していこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。さやかでした。